かさ、なんか画角キモくね、なんか、うん、こんな高かったっけいつも。だってまあいっかなんかどうでしょうか皆様あ違う、こっちの写真になってこれ、はい、今回は、はい、お知らせがあって、はい、髪の毛とか触んな。今日は、はい、お知らせがあってこの動画を撮っています。はい、まあ、タイトルにもある通り、うん、はい、私たちの今後の YouTube 活動についてお話しさせていただきます。お願いします。っていうのも、まあ、ムクが専門学校通ってたんですけど、はい、まあ、3月に無事卒業、無事ギリギリ危なかったけど、危なかったけど卒業しまして、はい、まあ、晴れて2人とも、まあ、本当に YouTube、はい、まあ、社会人、はい、というか YouTube 社会人YouTube 社会人YouTube 社会人という形で行かせてもらってるんですけども、そうですね、まあ、それに伴って、まあ、ちょっと考えまして、はい、将来を、はい、ちょっと不定期にさせていただきたいと思います。投稿をすいません、まあ、ちょっと、まあ、多分把握してなかった人もいると思うんですけど、私たちは曜日を固定してまして、はい、火、木、土で週3で投稿をしてまして、はい、まあ、みんなも、あ、今日は火曜日だから動画上がるとかっていう風にね、楽しみに学校とか頑張ったりとかしてくれてたと思うんですけれども、うん、ちょっとそれを今回なしでちょっと不定期にさせていただきたいと思います。はい、まあね、ちょっとこの発表で皆さんちょっとね、うん、動揺していて、むけなちゃんちょっと YouTube このままちょっとやめていくんじゃないかな、不仲説かなって思った人もいると思います。思います。そうですで、まあ、不登校じゃない , 笑う言葉でもないし不謹慎だし、それで笑うな違うし、不定期登校、略して投稿になっちゃっただけなんですけど、不定期投稿が言いたかったんですけど、はいはい、不定期投稿にします。はい、まあ、今月からですね、5月から、そうですね、まあ、ちょっとこの報告が遅くなってしまったんですけど、うん、まあ、一応今月だからこの動画以降ちょっと不定期になるので、はい、まあ、皆様曜日とかをね、うん、意識して見てくれちゃうと思うんですけど、ちょっとそれは、はい、その概念は捨てて、その曜日という概念は一回捨てて生きてみてください。捨てるって決めたら捨てていただいて、はい、で、まあ、それに伴いまして、はい、まあ、ちょっと投稿本数の方がまあ不定期なんで、はい、ちょっと上がります。上がります。ちょっと上がっちゃいます。ちょっと上がっちゃいます。そうで、不定期にするのは、はい、投稿本数が上がるから、うん、こそなんですよね、の不定期になります。はい、あ、今週もっと動画上げたいなとか、うんうんうん、逆に言うと今週これしか上げれなかったから、うん、他の日にもっと上げようとかっていう、ちょっと臨機応変、ほうれん草臨機応変という感じで社会人やりたくてすいません、はい、なのでちょっと投稿本数の方がすいません上がります。すいません、お願いします、はい、という感じでちょっとまとめたんですけど、今日のお知らせはコップンか今日のお知らせはコップンかで以上になります。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、今ちょっとお知らせ動画の方を見ていただいたんですけれども、はい、そちらのまとめを今やりたいと思います。最初から普通に言えって話、最初からまとめって言え、ここからでいいだろうこの動画でも、ちょっとそういうのやりたくて、うん、そういうのやりたかったからごめんなさい。まとめると、まあ、この動画以降私たちはちょっと不定期投稿になりまして、うん、曜日決めてたんですけど、はい、それをなくして、はい、投稿本数が、まあ、前より上がるという形になっております。はい、嬉しいです。だから要するに前よりもうちょっと頑張っちゃうよっていう報告、ね、そうもうちょっと頑張っちゃうよっていう報告、うん、で、まあ、曜日がね決められてない分、ちょっといつ上がるのか分かんないっていうのがあると思うんですけれども、うん、まあ多分気が向いたら、うん、元気があったらツイッターとかインスタで今日上がりますみたいなの言いたいと思うんですけど、なぜ投稿頻度は上がりますから、ちょっとうるさいかなとかも思ってしまいますので、はい、気が向いたら多分ツイッターとかでは言うと思いますので、よかったら SNS のフォローもお願いします。ストーリーとかでさ、ストーリーとかで私が編集の時は私だけのストーリーだったりとか、うんうん、僕が編集の時は僕のストーリーだったりとかするから、なんかどっちもフォローしといてみたいな感じだし、まあ
で、あと一番は YouTube にさ、あの通知機能があるから、うんうんうん、それあの通知オンにしてもらえたら、うん、もうすぐ動画上がったらピコーンってなんか通知が来るらしいからよかったらその通知をぜひ全員今すぐに全員、はい、チャンネル登録の横にあるベルのマークを今すぐに押して通知をオンにしておいてください。お願いします。そしてですね、はい、本当におまけのお知らせなんですけど、はい、TikTok 私たちもう一個アカウントができましたなんかうすうす、はい、あのこれ向江菜ちゃん本人のアカウントっていう質問が来てたんですけど、はいはい、あのそうです、こちらですね、こちらですこちらもう一個できまして、はい、裏の話しちゃうと、はい、やっぱり TikTokってすごくて、すごくてTikTok でバズって YouTube 伸びた人たくさんいてここだけの話、ここだけの話、なんかあのほらファンの子とか見てくれた人が、うん、ここおもろいみたいな部分を切り取って載せて、うん、なんかそれがすごいバズって、うん、なんだこいつはみたいな、そうそう、そこきっかけでね、うん、知ってもらえるっていうね、うん、だからなんかやっぱそれやってほしいなって思ってたんですけど自分たちでやっちゃいましたがやりましたっていうアカウントです。これは普通はファンの子がね乗っけてっていうのがいいんだけどあのもう自分たちでやりますもうじゃあみたいな感じでやってよかったらこちらのフォローもお願いいたします。お願いします。でさらにここから一個お願いがありまして、うん、たまによくコメント欄とかで、うん、何分何秒のここしんどいとか面白いとかってこう秒数を載せてくれる子がたまにいるんですけど、うん、それめっちゃ嬉しくて、嬉しくて、あのそれを参考にこっちのアカウントはちょっと運用をしていきたいなというふうに、企画していますので、はい、あのこれから皆さんぜひここ載せたらいいんじゃないっていうところをコメントに残していてもらうと、うん、どしどしお願いします。であのみんなのアカウントでも載せちゃってもいいよ、いいよ TikTok。こんな感じですかね。そうですね、うん、あと向江菜の公式の LINE ができました。詳しくは概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてください。お願いします。お願いしますということで今回は、はい、向江菜の今後について、はい、というお知らせでした。これからもよろしくね。お願いします